皆さんこんにちは、ひなです。今日は以前徳島に帰省した際に立ち寄った徳島マルシェ三直市が結構活気あふれていて面白かったので、それを紹介していこうと思います。この徳島マルシェは毎月最終日曜日に徳島市の新町川ボードウォークで開催されています。マルシェとはフランス語で市場を意味する言葉で、本場フランスのようなおしゃれで楽しい空間で行くだけで元気になれる場所を演出しているそうです。また毎月最終日曜日は、ボードウォークからすぐ近くの紺屋町で新鮮な農産物などを販売するワクワク日曜市も開催されています。今回はその日曜市とあとマルシェの両方に行ってきたんですけど、値段も比較的手頃で新鮮な食材が調達できるし、あと普段スーパーではなかなか見かけないような珍しい種類の野菜とか卵とかも販売されているので、散歩がてらにちょっとこう眺めるだけでも楽しめると思います。あとは生鮮食品以外にもなんかおしゃれなカフェのお菓子とか雑貨もこういつもわざわざ車で向かってなんか遠出して買ってくるような人気のお店が1か所に集結しているので、一気にいろんな種類の一級品を調達できます。なんかカフェとかも都会だったら絶対大行列できるんだろうなみたいなセンスのあるお店が実は徳島は結構たくさんあって、良くも悪くも客数が少ないからこそ競争も激しいので、こういいお店だけが残るみたいな感じになっていて、結構レベルの高いお店が多くて、消費者側としてはかなりお得に、しかもこう並ばずにいいものがゲットできたりとか、いいカフェに行くことができるっていう利点があります。皆さんも徳島、もし見てくださってる方、徳島に行く場合は徳島観光した時になんか観光客向けのお土産コーナーみたいなところにだけ行くんじゃなくて、こういうなんか地元民が集まるスポットにもぜひ行ってみてもらいたいなと思います。では今日の動画すごい短いんですけど以上です。はい、ご視聴いただいてありがとうございました。またちょっと実家に帰省した時にいろいろなんかこう徳島の魅力をとっていけたらいいなと思います。では次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。